身勝手の極意最強カードランキング。どうも皆さんこんにちは、のーです。さあ今回なんですけど、今ね、身勝手の極意のシークレットレアが、まあユニバースミッションの10段に至るまでで計7枚出てるんですが、今回その7枚の中から最強の身勝手の極意のカードを決める身勝手ランキングをね、はい、まあ勝手にちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。さあ身勝手の極意のシークレットレアなんですけど、一応ね動画で全部使いました。はい、もうバトースターでも使ったし、ミッションとかもいろんな分野で使って、で今回はその中から強さを決めてランキング形式にまとめました。強い理由、そして、強くない理由ね、はい、ここら辺を、まあ、まとめてね、ランキング形式にしたので、早速第7位の方から紹介していきたいと思います。さあ身勝手の極意シークレットランキング第7位に選んだカードが、こちらはユニバースミッションの2段ですね。シークレット孫悟空、はい、まあ全シークレット孫悟空なんだけど、さあこちらはですね、悟空とベジータが一緒に映ってて、で時空転送でね、ベジータを呼び出してこう一緒に攻撃するっていうようなカードですね。でまずアビリティが、白銀の戦士で、ラウンドの開始時自分チームの HP が 40% 以下になっていると、自分の気力を全回復し敵に与えるダメージが永続で5倍なり1回限りと、いうねアビリティを持っております。さあこのアビリティが本当にね使い勝手が悪い。まずね、 HP40% 以下っていう発動条件が非常に難しい。 HP50% 以下だったらゴハンクスゼノとかラグスみたいなね、カードと発動条件が同じだから、まあ一緒のタイミングでね発動させることができるんですけど、悟空の場合 40% 切らなきゃいけないから、例えば 41% とかヒットポイント 47% とかだった場合は、まあゴハンクスとか発動するんだけど身勝手が発動しない。でそこら辺の HP の調整具合がすごく難しい。まあ 40% っていうのが HP 数値に表すと大体1万2000とか、だと思うんですけど、まあそこまで削られるのがまず大変だし、まあ一歩ね、間違えたらやられちゃうしで、ね。なんかそこのまず発動条件が非常に難しい。で、二つ目に、発動したところでパワーが5倍になって気力が全回復するだけなんですよ。でさ、HP が 40% を切ったのに、やっと得た能力が当たるダメージ5倍。まあ5倍なんてのはさ、時の海洋神とかラムシで消えちゃうし、まあだったら暴走悟空でよくない？で、さらに極めつけはね、ヒーローエナジーが8個と。はい。まあ必殺技は強いけどな、エナジーが8個ないとね、まあ技が打てないということで、まあそこがね、非常に重いと。で、この進化を極めた挑戦士ダブルっていうね、はい、時空転送が、2ラウンド目以降の時空転送で、ベジータを時空転送し、2人で敵に大ダメージを与える、さらに自分チームのヒーローエナジーが7個以上でダメージがチョップするという効果なんですけど、この時空転送もね、あんまり強くないんだよね。エナジー7個以上でガード1にぶつけて、だいたい7000ぐらいなんだけど、ご察しの通り、今ってゴジータゼノがいいんじゃないですか。で、ゴジータ単体のスペックが強いから、別にね、時空転送でエナジー8個なくても、まあ攻撃するだけでパワー1枚上がってったりとかで、火力要因として非常に強いんですよ。まあいわばあれの完全介護感と。いったところで、この悟空をね、まず第7位に選ばせていただきました。続いて第6位のカードが、ユニバースミッションの5段、シークレットの孫悟空。はい、この悟空はね、イラストで見るとぶっちゃけ身勝手のカードの中で一番好きで、白の感じも綺麗だし、カード自体はめちゃくちゃかっこいいんですよ。ただね、アビリティがすごく癖があって、極限で覚醒する力、自分の攻撃チャージインパクト勝利時、自分チームのヒーローエナジーが敵チームに3個以上差をつけて多いと、この攻撃で当たるダメージプラス5000毎回というね、まあ一見したら強そうな固定ダメージ系のカードですね。はい、ただこのね固定ダメージがまあ難しい。まず条件としてはチャージインパクトが勝つ、そしてヒーローエナジーを3個以上敵チームよりも差をつけて多い場合っていうね、はい、こちらの2つが上がりますね。でぶっちゃけ5000ダメージアップだったらチャージインパクト勝利だけでよかったんじゃないっていう、まあフリアバーのね同じアビリティにはなっちゃうんだけどさ、でもしくは固定ダメージを5000じゃなくて7000とか8000にしてほしかったねぐらいじゃないとすごく難しくて扱えない。ただ龍拳はすごく強くて、自分のパワーとガード永続でプラス5000っていう、まあ魔人とフリアバの上位互換的な、
まあ、龍拳だけで見ればすごく強いんだけど、メインのね、アビリティがすごい使いづらいから、まあ、ちょっとここのね、条件をね、たやすくするか、固定ダメージをね、もう、ぶっちぎりの1万ダメージとかに、してくれたらね、まあ、すごく強かったですね。極めつけは、究極極意のカメハメハが、エナジー8と。いうことで、これまたさっきの身勝手とね、同じで、技が非常に打ちづらい。いったところでね、素晴らしい点がいくつかあるんですが、ちょっとアビリティが使いづらすぎるということで、まあ、身勝手の極意のね、ゆうみ五段シークレットを第6位に選ばせていただきました。さあ、そしてね、第5位に選んだカードが、ユニバースミッションの4段シークレットの極。さあ、こちらは神の宮里アビリティで、アタッカーにすると、そのラウンド中で自分が攻撃を受けたとき、ダメージ1000を超える通常技と必殺技のダメージをゼロにする1回限りというね、はい、まあダメージ制限系のね、効果を持っておりまして、まあ確かにダメージ1000しか受けないのは非常に強いんですけど、1個足りない効果がありますよね。それが、気絶無効。そう、気絶無効がついてないんですよ。このアビリティって自分が攻撃を受けるときに発動するから、その受けるときに身勝手自身が起きてないといけないんですよ。気絶してたら発動してないんですよね、アビリティが。だからこの前のギニュー特戦隊の動画みたいに、気絶した状態で攻撃を受けると、そのまんまダメージ1000じゃなくて通常のダメージを受けてしまうという。で、ここが非常に使い勝手が悪くて、この身勝手をフルで活かそうと思ったら、まあ、気絶無効アプリ、これを貼る必要があると。で、もしくは友情バリアみたいな、まあ、アタッカーがね、気絶しなくなるみたいな、まあ、アビリティと一緒にね、使う必要があるという、まあ、ちょっとね、枠が取られてしまって非常にもったいない。ただ、カウンターラッシュを持っておりまして、身勝手のカウンターラッシュで敵のチャージインパクトのスピードを超速くし、ヒーローエナジーをマイナス2というね、まあ、カウンターラッシュだけで見たら、うん、まあ、普通に強いんだけど、漢字のアビリティにね、気絶無効がついてなかったっていうのが、まあ、ちょっとね、第5位に選んだ理由に入りますかね。もしも、気絶無効が、ここのアビリティについてたとしたら、多分第2位とかになってましたね。さあ、続いてね、第4位に選んだ身勝手の極意のシークレットレアは、ユニバースミッションの1段シークレットの習得した極意。さあ、こちらはね、バトル開始時に自分の与えるダメージが永続で3倍なり、2ラウンド目の終了時にパワーとガードが永続で1になるというね、はい、まあ、デメリット付きのね、倍増系効果を持っておりまして、究極バースでさらに必殺技のダメージを上げつつ、敵のパワーを永続で5000奪うよっていう、まあかなりね、高火力に特化してる、カードとなってますね。で、ぶっちゃけこっから先の身勝手って、まあ、全部強いんですよ。弱い要素があんまりなくて、まあ、全部強いんですが、その中の第4位みたいな。まずね、バトル開始から自分の与えるダメージに3倍かかる時点ですごく強い。まあ普通に2万近い火力が見込めて、さらにはヒーローエナジーが6個でね、技打てるので、ここがね、非常に相性がいいと。で、ヒーロータイプで気絶しづらいし、パワーも元から8500あるんですよ。だステータス面に関しても悪くないし、まあイラストもすごくいいですよね。やっぱ最初の身勝手のね、シークレットっていうだけあって、イラストはめちゃくちゃ気合入ってる。で、あとね、デメリット。デメリットのこのパワーとガードが永続で1になるっていう部分。まあ絶好のチャンスとか、組み合わせちゃえばね、まあデメリットもメリットに変わるので、まあそういった意味でね、まあこのパワーとガードが1になるっていうのもそんなに気にならないかな。さあ、そして第3位ですね。まあ、こっから先がちょっと難しかった。ぶっちゃけ3位と4位ね、あれどっちにしようかなって迷ってたんですけど、3位に選んだカードは、UM7 段のシークレットの気座神官。はい、こちらにしました。まずアビリティが絶対防御で、バトル開始時から自分の受けるダメージを永続で 70% 軽減する。また、敵チームのヒーローエナジーが7個以上あるとき、自分の防御チャージインパクトで処理すると、自分チーム、敵チームのヒーローエナジーを5個奪うという。毎回っていう効果を持ってますね。はい、バトル開始からね、受けるダメージが 70% 減少するというね、はい、驚異の防御性能を誇っておりまして、軽減率で言うと 70% ってめちゃくちゃでかいじゃないですか。まあ1万食らうダメージが3000になるんですよ。で、さらに敵チームのエナジーが7個以上あった時に、自分のね、防御値のチャージインパクトで勝利することができれば、エナジー5個奪えるというね。まあこれがね、おまけにしてはね、なかなか強い。まあ確かに発動自体は結構難しいんですよ。まあ、エナジーもね、敵依存だし、防御チャージインパクトっていうのも、まあ攻撃来なきゃね、いけないから敵依存になっちゃうので、まあちょっと発動自体難しいんですけど、まあ敵の不意をつくにはね、かなりうってつけのアビリティとなってますね。さらに、脅威のカウンターラッシュというカードアクションを持ってまして、これの効果が、
その敵の気力消費の戦闘力が永続で上がれなくなるというね。まあ今って戦闘力3000とか2000でも、まあその次のラウンドのね、先行後攻がね、かなり左右されるので、まあこのカウンターラッシュ自体も非常に効果としては強いし、やっぱカウンターラッシュで1回攻撃を止められるっていうのがでかくて、フリーズアタックと合わせたら2回攻撃をね、止めることができるので、カウンターラッシュ持ちでこのね、防御系のアビリティを持ってるっていうのが非常に相性がいい。さあ続きまして第2位に選んだカードが、今段シークレット極めし極意。さあこちらはね、極めし極意ってアビリティで、毎ラウンド開始時自分の気力を大幅に回復する、また戦闘力バトル終了時自分のパワーとガードが永続で2倍になり、自分チームのヒーローエナジーが10個あると2回攻撃をする毎回という、まあ結構ぶっ飛んだアビリティ持ってますね。はい、まずね、パワーとガードが永続で2倍になるっていう、これが無条件でかかるのが本当に強い。あ、仮面のサイヤ人っているじゃないですか。あれってさ、アタッカーにするとパワーが2倍になる永続だったけど、これはパワーとガードが2倍になるだから、その時点で仮面の上位互換で、さらにエナジーが10個あるとね、2回攻撃するんですよ、この悟空が。でただでさえ高いパワーのね、身勝手の悟空が2回攻撃するので、非常にね、火力要因として活躍してくれます。でさらには、ガードも2倍になるっていうことなんで、受けるダメージもどんどん減っていきます。で気力もね、何気に大幅回復するっていうことなんで、気絶もしづらい。でさらに激闘の究極龍拳というね、カードアクションを持ってまして、自分のパワーを永続でプラス8000、エナジーをプラス2っていう、はい、究極龍拳でもさらにパワーを8000上げて、エナジーまでね、2個上げてしまうという、まあアビリティと相まってね、すごいいい効果ですよね。でこの龍拳でパワー8000増やして、さらにね2倍すると、だいたい3ラウンド目でパワーが10万超えるんですけど、このパワー10万超えの2連撃っていうのかな、これがひとたまりもないと。さあそして第1位のカードの紹介となります。まあ1位と2位でね、すごい順位が決めづらかったんですが、あのカードをね、はい、第1位とさせていただきました。 UM8 段シークレットのクライマックス悟空。はい、こちらです。まずね、デザイン、デザインがまあ全形態とまではいかないんですが、悟空の形態がね、スーパーサイジン1、2、で3、5と、ブルーで、兆しが後ろにね、こうスタンドみたいな感じでこう後ろから立ってるんですよ。でこのデザインがすごくいいね。やっぱ悟空好きにはこれたまらないイラストですよね。まあイラスト面で言ったら、そのユニバースミッションのね、5段シークレットの悟空の方が好きなんですけど、まあこのクライマックス悟空もなんか他のね、身勝手とは違った感じでいいよね。で肝心のアビリティなんですが、戦いの中で発揮する力、アタッカーにした戦闘力バトル終了時自分の気力が大幅に回復、さらにパワー永続でプラス5000、さらに戦闘力バトルに勝利すると効果がアップする毎回という、はい、まあ戦闘力バトルに勝つとね、5000が1万になって、まあ、どんどんパワーが上がっていくと。でさっきの身勝手のシークレットがパワーとガードが倍増していくとしたら、こっちは固定値でね、まあ、5000とか1万とか上がっていくよっていう、カードになるので、どちらかというとあっちの方がね、アビリティで見たら強いんですけど、この悟空はクライマックスチェンジというカードアクションアビリティを持っておりまして、身勝手の極意までチェンジすると自分が絶対に気絶しなくなり、敵に当たるダメージが永続で3倍の、ガードが永続で1万5000になるよっていうね、まあ、このね、クライマックスチェンジが非常に強い。まずアビリティでパワー上げて、クライマックスチェンジでガード上げて、気絶無効の当たるダメージが3倍、で気力を毎回回復っていう、もう単体スペックもう素晴らしいよね。まあ一言で言うと強い効果しか書いてないんですよ。うん、全部強い。パワー上がるのも強いし、ガードが1万5000なのも強いし、この悟空のいいところって火力要因としても活躍できるし、防御要因としてもね、非常に活躍するっていう、まずこのね、オールラウンダーな性能。さらにこれね、必殺技の必要エナジーが、5個なんですよ。でこれは最初のね、技がカメハメハなんで、まあ、カメハメハって普通にエナジー低いじゃないですか。だから最初からエナジーが5個なんですけど、技がこれ究極極意のカメハメハっていう、UM5 段のシークレットと同じね、カメハメハになるから、エナジー5で係数のめちゃくちゃ高い技が使えるっていう、まあここも非常に素晴らしくて、まあ技の打ちやすさで言ったら EC ロンゼノとか、まああそこら辺にちょっと似てますかね、といった感じでね、火の打ちどころのない、はい、身勝手の極意のカードにはなるんですが、肝心の使用頻度で言うと正直ね、そんなに使ってる人がいない。これね、自分でもそうなんですよ。自分でもそのデッキの採用頻度っていうのかな、
それがね、なんかあんまり高くなくて、まあ、自分もね、たまにしか使わないんですよ、こちらの身勝手。あの、強いのは分かってるんだけど、なんかこうね、他の火力出せるさ、イーシンノンとかゴジータとかに目がいっちゃって、ちょっとこの身勝手をね、使うっていうことがあんまりないんですけど、あの、今からでも全然ね、この身勝手は使おうと思えるぐらい、まあ強いカードなんで、まあこちらをね、第1位とさせていただきました。さあという感じで、今回ですね、身勝手の極意のシークレットレアの最強ランキング、はい、こちらをね、やらせていただきました。まあ一応ね、全部バトスタとかでも使ったし、今の環境とか、まあそういうのを考慮してね、一応ランキングをね、付けさせていただいたので、なんかこう身勝手のね、シークレット買いたいけどどれがいいのみたいな。まあそういうね、今から身勝手をね、買おうと思っている方、とかのね、ちょっと参考にしてもらえたらなっていうふうに思います。まあ、あとはこのね、最後に選んだクライマックスチェンジの身勝手極、はい、これをね、まあ、ランキング1位の記念として、ちょっとね、動画でまた使いたいと思いますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。という感じでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。